小谷慎吾。青銅空手の若手エースとして現在注目を浴びている。昨年の空手ワールドカップ95では数々のベテラン選手を相手に粘り強く立ち向かい第3位まで勝ち進んだ。対するピーター・マイストロヴィッチも昨年空手ワールドカップ95に出場。小安とは逆に彼は高い身長を生かした足技を得意とする。アンディの弟子としてスイスの空手界を担う期待の選手だ。Da Andy Hug seine Wurzeln nicht vergessen hat und ihm der Geist des Karates nach wie vor sehr am Herzen liegt, findet der erste Kampf als klassischer Karatekampf statt. Über drei Runden, je drei Minuten. Die Kämpfer tragen in diesem Kampf den traditionellen Karateanzug. Sie kämpfen ohne Boxhandschuhe und jegliche Schläge mit der Faust gegen den Kopf sind untersagt. Heißen Sie...Zusammen für den ersten Kampf herzlich willkommen. First fight. Shingo Koyasu vs. Peter Maestrovich.それでは6月2日スイスのチューリッヒで行われました K-1 ファイトナイトの模様を私谷川と石井館長で解説していきたいと思います。館長よろしくお願いします。よろしくお願いします。これまずあれですね、小安選手とピーター・マイストロヴィッチ の空手ルールの試合ですね。そうですね、空手ルールですね。これは K-1 ルールとは違うんですけども、試合に先立ちましてこういう空手ルールも行われております。ああ、なるほど、はい。小安選手は昨年空手ワールドカップで3位になって、青銅会館の若手の成長株なんですけども、はい。実際館長、スイス行かれてどうでしたこの試合は。そうですね、単純な空手の試合だったんですけども、両選手の個性がすごく現れてて、ピーター選手はオーダー中心に、小型アンディ・フグという選手なんですね。アンディが一番期待をかけている若手なん で小安はガチガチの、日本人スタイルの空手をする選手なんで、両者非常に対照的で面白かったですね。本当見てるとアンディ・フグそっくりな組み手をしますよね。そうですね、左右にもモーションを構えながらですね、間合いを取っていきますね。足技なんか綺麗ですね。そうです、小安はだからこれどういうふうにここから入っていくかっていうのがポイントだったんですけども、日本人選手はこういう組み手には割と遠間の組み手というのは苦手だって言われてるんですけど、その辺は どうなんですかね。やっぱり非常に難しいでしょうね。それで掴みがあると、むしろ遠間って難しいんですよね。だから外人選手は遠い間合いから近い間合いに入ってきて、日本人選手が中に入った瞬間に相方で捕まえてしまいますので、技ありますね。そうなんですよ。だから日本人選手の得意なショートパンチとか落とすローが使えないんですよね。ああいうキャッチされますとね。そうですね、はい。本当に見てるとピーター選手の間合いで戦ってるって感じがちょっとなかなかちょっと見つけにくいですよね。そうですね。レフリーは角田選手が角田、ね、角田がやってますね。はい。こういう場合はどういうふうな形で攻め込めばいいわけですか。どちらの選手ですか。小安選手は、小安選手ですか。小安選手はセオリー通りいけば下から崩して、下突きと、ローキックのコンビネーションで相手を下半身から足を止めてから倒していきたいパターンでしょうね。だから1ラウンドは小安の作戦通り進んでたと思うんですけどね。ローキックはいいですよね。ローキックは非常に有効に入ってます。しかし急に来るのさっきの膝蹴りとか良かったですね。ピーター選手のピーター選手のやっぱ遠間の蹴りはね、鋭いですしね。そうですね、スイスではほとんどアンディ・フグが教えて道場を持って広めてるってわけですよね。そうですね、やっぱり先生によってスタイルが似てきますね、みんな。教える人にね、今のほら、フグトルネードみたいな感じ。フグトルネードも全くね、同じですから。でも強烈ですね。小安選手はやっぱりね、分厚いありますから、その分肩に力入って力んでますね。ですからその分パンチが効かないんですよね、力んでるんで。海外ではこれ初めての試合ですね。初めての試合ですね。第1ラウンド終了ですね。終了ですね。1ラウンドの小安やや優勢に。そうですね、ローキックが良かったですね。ローキックとパンチで押してるという感じですか。はい、カウンターで返しますね。これはジャッジは向こうの方が攻めたんですか。そうです。ほとんどポイントの取り方っていうのは日本人が取るジャッジ
とはほとんど変わらないっていう一緒ですね。あ、そうですか、はい。さて第2ラウンドですね、はい。これ結局3分3ラウンドっていう試合ですね。そうですね、3ラウンド終わった時点で、まあ、ジャッジングすると通常のトーナメントとワンマッチはちょっと違いますね。あ、なるほど、はい。小屋選手っていうのは、まあ、あの彼女が空手の素質を見てどんな選手だと思いますか。まあ、でもちょっと伸び悩みかなみたいなところはありますよね。やっぱり今の蹴り方一つにしても、少し体が開いてますし、力んでやっぱ力で蹴ろうとしてますね、はい。リーチのある選手は、膝を走らせて、はい、つまり浅く蹴っていきながらタイミングを取っていかないとですね、大きな選手に力んじゃうと足も効かないですね。まあ、本当にちょっと顔面に入りましたね、はい。胸を狙ったパンチが流れて顎に入りました、はい。いわゆる通常、まあ、フルコンタクトルール、まあ、いわゆる通常の極真ルールですね、はい、と言われているルールは素手で顔面を叩くことが禁止なんですね。そうですね、はい。まあ、このローキックはいいですよね。落とすローキックは、ああいう形で、ね、走らせてスパッとこう、タイミングを切るといいんですけども、ね、どうしても相手が大きかったら上背があるとですね、効かさなくちゃいけないと思うので、その分だから、ね、力入っちゃうんですね。力入るんですね、だから通常もっと小林のローキックは走るんでしょうけども、力抜いて、その分やっぱ先端を走らせるんですね、そうですね、力んでほら体が開いて止まってるんですね。なるほど、あ、でも効いてますね、今の時代のアウトローは、ね、効いてますね、いいんですよ。はい、ピーター選手、本当右足ちょっと引きずり出し始めましたね、だから力んで大技には小さくね、はい、数タイミングで蹴っていくべきなんですね、はい。ちょっと足も上がらなくなってきましたね、はい。ただローばっかしになるとね、相手も分かりますから、そうね、感じで上下散らしていかなくちゃいけないんですけども、これほど小谷選手チャンスですね、そうです、効いてますからね、まあ、スイスのお客さんはどうだったんですか、ね、下は出しちゃダメですね、試合中にね、あ、はい、だからこういう形でカウンター、ね、そういうふうにやっぱちょっと油断するから、捉えちゃうんですね、やっぱ本人は余裕を見せるつもりで出してるんでしょうけども、コーナーを試合中で見たり下を出したり、これはもう本人のいわゆるそのおごりですね、今技ありですか、これで技ありです、そうちょうどタイミングよくボディに入って倒れましたから、なるほど、じゃあ館長の本当指摘通り、だから一瞬の油断というか、そうですね、隙ができた、やっぱその前に技ありもらうようなことを彼はしてるわけですよね、ここから試合の流れが完全に変わりましたね、実際に小林選手聞いてますね、ボディ入ってますね、ちょっと勢いで倒れたかなと思ってたんですけど聞いてますね、またボディ、はい、今のは聞かないですね、でこのラウンドは、はい、第2ラウンドはせっかく前半ローキックで小安が押したにもかかわらず、まあ、一瞬の油断で本人のですね、はい、前半本当にローキックよく走ってたんですよね、そうです、ここですね、あ、カウンターで脇腹ですね、これは大きなポイントになりましたね、あ、なるほど、で小安に焦りが生まれるわけですよね、はははで技ありを捉えてるので、はい、やっぱ本人が技あり取り返さないと勝てないというね、はい、さあこれは最終ラウンドですね、最終ラウンドですね、はい、で逆にピーターの方はこれで余裕ができましたよね、はい、後ろ蹴りからの膝蹴りからのコンビネーションもね、技がまた1回ありましたね、1回ありました、はい、ピーター選手の方が走るようになりましたね、そうですね、はい、その距離をつけろ、その距離をつけろ、ワンモーニングワンモーニングつかみ、それで逃げつかみの注意ですね、はい、はい、そっからそっからそっから、はい、右足右足、はい、押して押して、はい、まあ、この辺のロープはまだ効いてるんですけどね、ちょっと攻めきれないですね、はい、ゴー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 、はい、来た来た、今の右は良かったんじゃないですか、ギギギギギギ、ほれほれ、ほら、聞いた聞いた、ああ、
まあ、あのピーター選手がここでもう本当に、流すようになりましたね。そうですね、まあ、だからあのこういう形でもう時間がなくて、ね、ポイントを捉えてていわゆる掴みがあると、なかなか起死回生が難しい、ね、ということですね。ピーター選手は守りに入りましたからね。そうですね、まあ、本当に動きがこれ効いてるんですけどね。効いてるんですけど、小林選手は、まあ、下段単発なんで、上があるから下が入る、あと上下の打ち分けると必ず攻撃で必要なんですよね。で両者はまあ掴んできましたね。そうですね、ちょっと攻め込めないって感じですね、切れてませんね、うまいですね、これはあの技ありに近いですね。やっぱあの倒れてすぐ起き上がらないと、やっぱ技あり取られますからね。もうちょっと不意に前に出てきちゃったって感じでしたね。だから焦りですよね。だからもうなんかあのほら下半身やっぱ疲れてきて下半身が動かなくなってるんで、ステップインのタイミングとか技を受け流すタイミングは本当に 0.1 秒ぐらい全てのように狂ってくるんですね。なるほど。そうすると全てがリズムが合わなくなってきてるんですね、本当にリズムがちぐはぐにちょっとなってきましたね。そうですね、もう両足ベタ足で足が揃うようになってますから、まあ、小林選手ちょっと苦しそうですが、で逆にピーター選手は調子に乗ってきますよね、まあ、完全に本当に守りに入りながら、これ危ないですね。危ないですね。これだからあの全部後ろ蹴りがですね、彼の後ろに聞いてますね。第3ラウンドで終了ですね。まあ、結局あの技あり一つ小林選手が取られたんですけど、ちょっと決して勝てない試合じゃなかったですね。惜しかったですね。だからあのまあ下を出す油断さえなければ。勝てた試合だと僕は思うんですけどもね、やっぱり勝負において一番の敵は自分自身ですね。で結局勝負は判定になりますけど、3対0で、ピーター・マイストロウィッチ選手の優勝勝ちです。そうですね、小林選手は惜しい試合を落としてしまいました。まあ、これを糧にして頑張ってほしいですよ ね。 そうですね、やっぱりそれは自分のね、あの生活から全て変えていかないと、自分自身に厳しく全てにおいてしていかないとやっぱ勝負には勝てないですね。そうですね、ピーターが讃えようとする手を小安は拒んだ。自分の油断から取られた技ありに焦り、その後も思うように戦えなかったからである。力や技ではなく己の心にできた隙に負けた試合だった。小安は悔し涙を流した後、さらに強くなることを決意し、また歩き出した。